まおさんが600回あ、まおちゃん、まおちゃん600回目の訪問ありがとう。こんばんは。初見さんもありがとうございます。たい焼き、メガネのきよみちゃん、たい焼きありがとう。たい焼き、なんでたい焼きなんだろう。今たい焼きの時期、たい焼きって時期とかないか。たい焼きの時期ですか。たい焼きは頭から食べる派どうでもいい情報。はじめまして、ありがとう。こんばんは。あーちゃんさんが200回目の訪問ありがとう。こんばんは。メガネのきよみちゃん、かわいい、ありがとう。こんばんは。かずっちさん、ご褒美なにこれ、おまんじゅう、ありがとう。こんばんは。こんばんは。和菓子ひーやんさん、たい焼きありがとう。たい焼きに季節とかあったっけ。こんばんは。お洋服嬉しい。なんかね、だいぶ、ま、去年か一昨年かなにゲットしてた服で、なんかもう今日暑すぎて、あのなんか普通にあの T シャツを着てたんですけど、ちょっと暑くて着替えましたバーホリンさん、花束ありがとうございます。頭から、なんか昔たい焼きは頭から食べると頭が良くなって、足から足尻尾から食べると足が速くなるよって言われて、まあどちらかというと頭が良くなるといいなって思って頭から食べるようになりました。こんばんは。キリさん、さくらんぼありがとう。あ、猫神さん、たい焼きありがとう。サラミちゃん、だるまさんありがとう。青山さん、桜のお菓子ありがとう。和菓子いっぱいだ。うん、未来ちゃん、かわいいありがとう。結構お久しぶりになりまして、あのですね、いろいろ急に決まって、みんなもね、あ、なんかのんちゃん突然いろいろやりだしたと思ってると思うんですけど、こんばんは。かつやさん、かわいいありがとう。ふーたろうさん、たい焼きありがとう。じめじめ暑いよね。受験さんもありがとう。 LINE 友達、あ、ありがとう、友達になってくれて。つなさん、流れ星ありがとう。そう、なんかシンプルだったからイヤリングもしてみたなんかどこで買ったっけこれ、こういうやつ何も見えないそう、私ピアス開いてないんでね、イヤリングなんですよね。友達になりました、わーい。まさきさん、さくらんぼありがとう。友達、友達、こんばんは。みのるさんも、たい焼きありがとう。こんばんは。のぞみさん、桜のお菓子ありがとう。よく可愛いし、しかもこれなんかワンピースなんですけど、なんかワンピースって結構高いのだと高いじゃないですか。でもなんかトッコクローゼットっていうところのお洋服なんですけど、なんかね、すごいあのお手頃価格なんだよねそう、だからサイズとか色とか好きなのがあればいいと思います、すごく。カバヤンさん、お疲れありがとう。友達になった、ありがとう。うん、そう、わーい。そう、さ、あ、暑くて涼しい服を着たそう、初見さん、たい焼きありがとう。しかもなんかたい焼きあんこめっちゃ入ってんだねこれ。長志さんも、長志くん、たい焼きありがとう。友達になった、ありがとう。テンパメガネさん、レインボースターありがとう。あ、私一回負けたことなくて、ビビリなんで負けられない痛いって言うじゃないですか。なんか痛かったり、あと何もしないと塞がるみたいな言うじゃないですか。そういうなんかやっぱピアスあんまり開けない方がいいよねとか、そういう何の偏見もないんですけど、ただ怖がりなので開けてないですはるやくん、ご褒美ありがとう。このご褒美は一体何なんだろうか。カイトさん、ハートいっぱいありがとう。あ、そう、私結構既読スルーするんだよなんかでもあのみんながこういい感じの送ってくれると、私もちょうどいいやつを
返す。あ、でもみんなから送られてきてるのは見えてないです。なんかなんだ、私が考えた文章なんだけど、私がみんなに一つずつ送ってるわけじゃなくて、この文章が入ってるとこうやって送るよっていうのがあって、そう。と一番上に固定とかできるの？ LINE のトークって。そうなんだ。ナッツくんたい焼きありがとう。リオくんかわいいありがとう。 TK さんたい焼きありがとう。マブダチみんな友達だもんね。ハコちゃんたい焼きありがとう。チェックには嬉しい。ハイトさん桜の和菓子ありがとう。たい焼きね、好きですね。チェック、こんばんは。そしてマイルド SS さんたい焼きありがとう。 LINE みんなね。ひかるちゃんたい焼きありがとう。何のこと言ってるんだろうって方もいらっしゃると思うんですけど、サブちゃん500回目の訪問ありがとう。ケンスケくんハートありがとう。みのさんさんハートありがとう。うん、はいって、そう呼んでくれると返事する。既読早いよね。ラストスマイルでありがとう。嬉しい。あれも出たもんね、ダイジェスト映像もさ、なんか出てさ、まだ見れてないんだけど私ダイジェスト映像は。でもなんかのんちゃんのなんか多分最後のフェアエルパーティーでサブリミナルの映像が多分ダイジェストに入ってて、結構多くの方からのんちゃんのセリフの部分が載ってて、それで泣きましたって来てて、あ、それ載ってんだ、ちょっと恥ずかしいなと思いながら。ゴーくんたい焼きありがとう。そう、さきちゃんたい焼きありがとう。ファミレスであの人嬉しいことあったんだって思われてる、きっと。はるやくんはタワーありがとう。はるやくん、これ何、はい、これあんみつかな、あんみつタワーありがとう。はるやくんタワーありがたわ、ありがとう。でも無理せず美味しいもの食べてください。ひろかさんかわいいありがとう。まあまあ、そう、それでそう、サムネ、りょうまさんレインボースターありがとう。あ、サムネね。あ、え、サムネ、サムネサブリミナル、すごくない？なんでなんでだろう、すごいね、めっちゃ嬉しいね。和藤さん桜ありがとう。友達になってありがとう。そう、なんでお友達になってほしいかっていうと、なんともうね、すでに さっき本当にさっきのさっき投稿したんですけど、トーク会、オンライントーク会やってたじゃないですか、ラストアイドル時代に。なんかそういうのがまたあるんですよ。そう、ラージェロさんたい焼きありがとう。 LINE 登録ありがとう。トレーパンさんたい焼きありがとう。ラージェロさんハートありがとう。デミちゃんさくらんぼありがとう、こんばんは。そう、うん、ラージェロさんハートありがとう、こんばんは。うん、そうなの。なんかそれのお知らせが LINE で入ってから Twitter でやりたかったんだけど、先に Twitter でお願いしますってなって、それでは投稿しますってなりましたこんばんは。うん、飲み会、ほら大丈夫、キャンセルしても差し支えない、キャンセルしても大丈夫な飲み会なの。じゅんじゅんさんたい焼きありがとう。明日からイカタン半島先生、あ、先生デビューなの、さくらんぼありがとう。わあ、ドキドキじゃない、めっちゃドキドキだね。りかりんちゃんハートありがとう。え、そう私もなんかいろいろなんとなく今後の方針がこう
まあ、なんとなく定まってきたんですけど、それを話した時になんかまあオンライントークみたいなやつがあってっていう話を聞いて、あ、まあせっかくなんでみたいな感じで言ってたら早速やりますみたいな、あ、そんなすぐやるって思ったけど、でもまあみんながその昨日LINE のできてトーク会やりますって言ったらすごい喜んでくれてたんでよかったと思って、そう、ありがとう大二郎さん、桜ありがとう、そう、丸猫さん、さくらんぼありがとう、ゆねぴーさん、ハートありがとう、そう、みんなめっちゃ飲み会するじゃないあれか、コロナが落ち着いてきたから飲み会も開催されるのかな、そういうこと、それともあれリモート、もうリモートで飲み会あんまりしないのかな。丸い猫さん、たい焼きありがとう、うん、私はね他のみんなのことを知らないんだよね、どういう風になってるか、そうだから、うん、自分のことしかわからないんだけど、ネギセンスさん、たい焼きありがとう、うん、そう、スピード感すごいよね、嬉しい、ありがとう、嬉しいって言ってくれてるのが嬉しい、どのぐらい、だから今回でどういう風になるか決まんじゃない、一回やってみてなんかもう大反響ってなったらいっぱいいるかもしれないし、みんな飲み会に行っちゃって来てくれないってなったら、まあ、あんまりやらないかもしれないし、そこは分かんないです、うん、あ、そう、 LINE、 私さ詳しくはこちらってツイッターに書いてると思うんだけど、なんかまだ載ってないかもしれない、でも日時はここに書いてある通りで6月25日の7時から9時、結構遅い時間だからこれより前の子もいるんじゃない、なんかわかんないけどおそらくで、予約開始が明日の18時15分から先着順みたいです、うん、そう、だから LINE はねまだ行ってないかも、 LINE の文章もね私がね書き込んだので、そう、ワン君さくらんぼありがとう、それであれじゃない、いろんな人が確認して LINE 送ってくるんじゃないかな、みやびさん、さくら、ありがとう、え、本当に急すぎて、そう、かいとさん、花束、ありがとう、先着順なんだって、そう、でもさ、月曜のさ、18時15分にさ、待機できる人って結構限られてるよね、なんかさえ、ね、って思うんだよね、ふーたろうさん、かわいい、ありがとう、ね、ポラリスさん、かいわら、ありがとう、私ね、お酒を飲む場みたいなのがなくて全然飲まないですね、ひかるちゃん結婚してありがとう、普通に飲み会してんだ、そうなんだ、二十歳になった、あ、そうなんだ、まあそういうのはちょっと記念でいいですよね、メンバーとはね連絡取ってる、うん、マナティーとはね、なんかもう当時と変わらずずっと連絡取ってるよあとこの前ね、みほちゃん家にね遊びに行かせてもらって、なんか急遽だったんだけど、みほちゃんとみーなちゃんとみーちゃんがいて、で後からゆうきちゃんもいて、あとなんか私が行くより前にはみっちゃんもいたみたいで、そうマリオカートしましたそう、うん、そう、そう、そう、フォローありがとうございます、こんばんは、うん、真島さんも、あ、じゃあ同じぐらいにやるのかな、ダージローさん、さくらんぼありがとう、定時で終わらせるありがとう、テレワーク会議中会議怒られない、一番不安、うん、お知らせね、みんなすごい急で申し訳ない、ツナさん流れ星ありがとう、トールさん桜ありがとう、そうディズニーも行ったよ、ツナさん流れ星ありがとう、ディズニーはアンダー12人で行きました、そう 21.5 仲良し、
そう、でもなんか、あ、でもなんかね、なかなかそのさ、大阪じゃん、もなってだからあんまり会えないから、東京に来るときは教えてねって、まあ、私も千葉県民だけど、そう、うん、マリカ、ミーナちゃんが上手だった。でもね、ミーナちゃんに何回か勝ったのミーナちゃんが上手だった。でもやっぱ、うん、スンナムさん、わあ、スンナムさんもタワーありがとう、カムサムニだ。これ何、どら焼き、どら焼きタワー、ありがたわです。スンナムさんありがたわ、ありがとう。カズトウさん、さくらんぼありがとう。どら焼きかわいいね、かわいいね。こんばんは。6時10分にトイレそう、6時15分からね、先着ってことで、どんな感じかわからないんだけど、私もまあでも、そのやったことがないのでね、わからないけど、そのあ、オンライントーク会みたいな感じって言われたので、まあオンライントーク会だと思って私は挑もうと思うんですけど、でもそのもうアイドルではないので、アイドル、私はアイドルはもうやらないので難しいんですけど、でもなんか普通に篠原のぞみとしてなんですけど、そう、バトルで磨いて、確かにバトルの時もいつもやってくれてたもんね。あ、で、あとそのショールームのお礼配信、あのショールームバトルのお礼配信も本当はこの25日ぐらいでやろうかなって思ってたんですけど、まあ25がこれなので26日とかにできたらいいかなって思ってます。やっぱ土日の方がいいかなって思ってて、まだこう全準備が終わってないので結構遅くなっちゃったんですけど、6月中にできたらいいなって思ってたんで、26日25日のね、これ早い時間とか、これより遅い時間だとちょっと遅すぎるので、まあ26日あたりにできたらいいかなって思っておりますので、よろしくお願いしますこんばんは。まさきさん、ご褒美ありがとう。これご褒美一体何？揃いのカチューシャ、あ、ね、あのさ、お洋服もさ似てるやつ着てくれてたよね。そう、私千葉県民なの。ネギ戦士さん、たい焼きありがとう。どら焼きかわいいね。ドラえもん思い出すね、どら焼きだと。ネギ戦士さん、さくらありがとう。マリカ、なんか全然もうね、記憶がなかったんだけど、マリオカートのあんまり。でも結構できましたスイッチのマリオカート初めてやったんだけど、なんかゲームキューブを思い出して、なんかゲームキューブ以来かもみたいなこと言ったら、あのあれを持つのがね、リモコンが、えって言われたイラちゃんとかに意外とさ、年が離れてて、なんか私結構年が上で、ミーナちゃんとか結構離れて、なんかさ、あんまり離れてる感じしないんだけど、すごい離れてるから、うん、そう。ケロちゃん、たい焼きありがとう。予約の仕方、確かにね、予約の仕方はなんか、あの LINE、 みんな私と友達になってくれたかな、そこの LINE の最初のトークの画面のところの、やり方みたいな、オンリーボックスはこういうものですよみたいな URL が最初のトークの画面の、初めましてじゃない、なんかあの篠原のぞみですみたいなこと言ってるところの URL に、ついてるやつを見てもらうと、どういう風になものかっていうの、予約の仕方とかも書いてあるので、そこを見てくれるといいかなって思います。うん、そう、スンナムさん、レインボースターありがとう。そうだね、なんか枠組みがわからないんだけど。みーたろうさん、たい焼きありがとう。ながしくん、タルトありがとう。タルトって美味しいよね。フルーツ大福なんだ、いいね。20年後20年。まさきさん、くま、ありがとう。公式 LINE ありがとう。お洋服、うん、
そうかなって思った。私全然載せてないのにさ、あのあれで気づいてくれ、あのあれだね、あの集合写真でさ分かってくれたってことでしょ。ゲームキューブ懐かしいよね。でもさ世代じゃない？世代かどうか知らないけどみんなの年齢知らない人もいるけど、そう、なんかさ ゲームキューブもさこういうリモコンだったよね。なんかさ Wii とかはさなんか縦長でさこうえいみたいな、なんかテニスとかできるやつじゃん。でもさゲームキューブはこういうのでさ、スイッチもなんかこういうのだったからさ。スーメグちゃんレインボースターありがとう。うん、そう、みんな友達ゲームボーイもわかるよ私。ちなさん花束ありがとう。そんなわけなので6月25日にトーク会がありますので、ぜひ皆さんとお話できたら嬉しいなと思いますし、急な話なので無理だよって方もいるかもしれないんですけど、ぜひお話できたら嬉しいなって思います。あ、そう LINE ね、あのみんなが個人名は私分からなくて、誰が友達になってくれてるか確認すればわかるかもしれないんだけど、多分個人情報とかなのかな。そうで、わかんないので、名前は普通に皆さんそれぞれ普通に大丈夫です。そう、ナスさんたい焼きありがとう。ひかるちゃん結婚してありがとう。ケロちゃんさくらんぼありがとう。キューブめっちゃやってた、一緒じゃん。うん、リモコン確かにコントローラーって言うんだ。うん、彼女妄想の中で怒ってたのかな。64ファミコンメガセブンさんたい焼きありがとう。嘘、分かんなかった、調べたら分かった。ゲームキューブ世代ね、確かに一緒だもんね。カイトさんたい焼きありがとう。 DS はもうめっちゃ DS の最初の世代、私無事ね。隠れファンさんたい焼きありがとう。ダージローさんご褒美ありがとう。隠れファンさんたい焼きありがとう。コルトさんたい焼きありがとう。うん、そうそうそう、 LINE はなんか返信のみんながいろいろ送ってくれて、そのこのワードだと私はこれを返すぞっていうのを決めたのがあって、それがなんか送られてくる感じです。私が決めたけど私が一個ずつ送ってるわけじゃないです。うん、そう、ユネピンさん桜ありがとう。そう、ヤッホーとか送って、送って送ってリッカニャンさんさくらんぼありがとう。あ、嬉しい、私のところにもお話しに来てくれたのね、ありがとう。うん、南風さん流れ星ありがとう。南風さんたい焼きありがとう。風太郎さん桜ありがとう。映画見た、あ、映画、あ、二十歳のソウルね、ありがとう。そう、みんな結構見たよって言ってくれて、別に私何者でもないんですけど、みんなが見てくれてるのがすごい嬉しいなって思います。そう、うん、5つ、あ、そうです、 LINE の返事は5つ今のとこあります。そうで、こう探し当ててくださいまあでも、あの結構わかりやすいというか、みんなが送ってくれそうな言葉をチョイスしたので、結構お話できるんじゃないかなって思います。ポラリスさんハートありがとう。お返事くれた、いいでしょ。サトさんハートありがとう。ラージローさんたい焼きありがとう。なんで私はなんか最近そのショールームとかも全然その6月に入ってからやってなかったんですけど、なんかこうこれからのこととかがあんまり決まってなかったんで、そのやってもね、あのみんなが逆に不安になるだけかなって思ってやってなかったんですけど、まあなんとなくそのトーク会が決まったりとか、
それ以外もね、なんか嬉しいお知らせができるように、ちょっと準備をね進めてる時なので、少しずつ今週とかはちょっとショールームとかも少しまあずっとやってなかったのでちょっと多めにできたらいいかなって思ってます。はい。佐藤さんハートいっぱいありがとう。ツナさん流れ星ありがとう。うん、そう、ついさっき見てきた。あ、ありがとう、ありがとうって、なんか私が言うのもどうなのかわからないけど、うん、私はいましたね。そうそう、なんで二十歳のソウルをね話してるかっていうと、私の母校のお話で、一つ上の先輩のお話なので、そう、すごく自分に関わりがあることなので投稿させてもらったんですけど、思ったよりもすごいたくさんの方が見に行ったよとか、あ、気になってたんだよねとかって言ってくれて、なんか嬉しいなって思います。せっかくこういう活動しているので少しでも多くの方に届いたらいいなって思いまして、うん、会えると嬉しい、ありがとう。5つ目、何が出てないのか、でもね結構わかりやすいよねねとか言ってわかんないけど、楽しみにしててね。そう、ありがとう。ちなさんバラありがとう。ダージローさん桜ありがとう。そうそうなの。まあだいたいさ、しかもなんかその私結構さ、その普通にラストアイドル時代からさ、なんかこういう感じでとかさ、なんか例えばなんか学食があってとかさ、なんか体育科があってとか言ってたじゃん。だからまあだいたいなんかまあ察してた、みんな結構知ってたかなって思ったしね。でもなんかアイドルはあまり母校とか言わないから、言わない、普通に明言はしてなかったんだけど、まあいいかなと思って言っちゃいました頑張って生きようと思った。そうだよね、本当に。うん、満席だった。そうなんだ。ゴーくんたい焼きありがとう。変身ね、そごこ既読無視既読無視も結構しちゃうんだよね。ゼロさんたい焼きありがとう。そうそうそう、たかひろちゃんたい焼きありがとう。そう、それなので、まあ、まずは最近あった出来事だと、そうですね、公式 LINE ができてみんなお友達になってくださいっていうのと25日にオンリーボックスっていうサイト、なんだろう、あれなんか、それで トーク会があるのでぜひ皆さんお話しましょうっていうのが最近のお話です、はい、今メンバーともねちょくちょく会ってる子は会ってる。この前マオマオとカフェに行きましたちょうどこっちに来てたので。そう、バスケ、あ、本当、その引き続き応援してください私はもう母校しかの人間なんでずっと応援してます。そう、25日です。そう、さっきねツイートしたばっかりで、まだなんか私もね詳しくあんまり分かってないんだけど、篠原のぞみとボックストークっていう名前にしましたなんかボックストークってそのいっぱい説明欄に書いてあったから、あ、ボックストークっていうんだこのオンライントーク会の名前って思ったんで推薦しました。で、予約が明日の18時15分からで、開催日時が6月25日の19時から21時です。ツナさん流れ星ありがとう。そう、仲良し、元気元気だったよ。ユリンかわいい、ありがとう。なんかね、多分これどこで買ったかな、私なんかイヤリング結構落としちゃうんですよ。
だからあのなんかさ300円ショップみたいなのもさ、すごい可愛いアクセサリー屋さんって結構あるじゃないですか、各地に、各地各場所に。そこで買った気がします。ブックストークは私も分かりませんけどでも説明結構詳しく書いてあるんで、 LINE お友達になってもらうと。そう、ダージローさん、さくら、ありがとう。ニキハイ懐かしい。9時半から11時でバイト、バイトしすぎじゃない？そんな一日中バイトしてるのめっちゃ偉い。体壊さないでね。猫神さん、たい焼き、ありがとう。25日の人と26日の人がいるんだ。そうなんだ何も知らなくて、私は25日ですね。というわけで、クレジットカードのみみたい。あ、そうなんだ。あちゅさん、たい焼き、ありがとう。けんすけくん、流れ星、ありがとう。誰も分かってない登録しました、ありがとう。お話しましょう、ぜひ。かずとうさん、かわいい、ありがとう。豪華なの。そう、なんかしかもなんかちょっと、まあそんなにものすごい高くないんだけど、ちょっと可愛くてちょっと高いやつ買った時に限ってその日に落とすの、同じことしてだからなんかいいやと思って、ネックレスとか時計とかはちょっとなんかいいやつ欲しいなって思うんですけど、でもねねとか言って、アネイル、そう、アネイルね。あ、そう、この前あのついにあの皆さんが応援してくれたおかげで掲載していただけるビスさんの撮影があったりとか、あとあのいろいろ全部さ、これとかもなんかさ、だいぶ昔の写真使ってるじゃないですか。なのでその宣材写真みたいな撮影してきて、その前にネイル行ってきたから、かわいいですよ載せます。ネイルも見たいですってあのインスタの投稿にあったんで載せますね。こんばんは。ネイルかわいい。ほぼお任せでやってもらいました。なんかピンク紫系でほぼお任せでやってもらいました。ラッティスとかスリコ、あ、一緒一緒。そう、ネギセンスさん、たい焼き、ありがとう。25にないタイミング、あ、そうなんだ。確かにね、土日、今そっか、就活とかのあれなんだ。またいろいろ近づいてきたらお知らせもします。かわいい、嬉しい。そう、ビスさんの情報も、いろいろお知らせできるように頑張りますので、はい。ひかるちゃん、かわいい、ありがとう。丸い猫さん、似合う、ありがとう。そう、でもそのそう、あのショールーム、編集長さん、あの青木編集長さん、結構見に来てくださってたじゃないですか。そのお礼もちゃんと伝えられましたファンの方もすごい喜んでましたってお伝えしました。最後すごかったですねって言われましたそう、あつろうさん、100回目の訪問、ありがとう。まいさん、さくら、ありがとう、ママ。そう。みんなとね、なんかまあ頑張らないといけないなって感じですけど、FR さん、たい焼き、ありがとう。トレーパンさん、たい焼き、ありがとう。はじめまして。ありがとうございます。篠原のぞみです挨拶決まらん5月末までラストアイドルで活動していたんですけれども、現在は個人的に活動しております。移動中であれば筆談とか実況、あ、大丈夫じゃない、私があのわーってやれば大丈夫じゃないかなダージローさん、さくら、ありがとう。
未来ちゃん貝原ありがとう。ゴーくんたい焼きありがとう。まいさんハートありがとう。いろいろとできたらいいなって思いますね。こんばんは。でもまあそのやっぱすぐにね、そのいろんな夢とかが見つかるわけではないんですけど、そのちょっとでもなんかやってみたいなって思うことに、まあ、まずは挑戦してみて、まあそれで全然向いてないとかもう全くできないわってなったら、まあ違う道を選択すればいいのでっていう感覚で、まあただアイドルはやりませんっていうのだけは先にお伝えしておかないとなっていう気持ちです。やっぱアイドルが好きでって方ももちろんいらっしゃると思うのでね、そうそこだけはね、あの言っておかないとなって思うので。そうですね。でもなんかモバメとかなくなって、それは結構寂しいなって思ってて、ゆくゆくはモバメみたいなこととかできたらいいなって思っているので、うん、永遠アイドルありがとう。そう、変わらずありがとう。そう、なんかそうラジオ、確かにラジオもやってみたいよね。うん、そうなので、モアメ的なことだったり、なんかお話しするのももちろん全然その嫌とかじゃないんですけど、得意な方でいくと言葉でこう会話よりは文の方が得意なので、なんかそのモアメ的なものなのかブログ的なものなのか、まあちょっと要検討なんですけど、なんかそういう文で伝えられる何かができたらいいなっていうのは今思っていて、そういうのもできたらいいなって思っておりますがあったらみんな登録してくれますかそこはなんだよね、結局は。なんか自分がこうちょっとさいいなって思うことでも、なんか結局はみんなが応援してくれるかどうかのかかってくるのでそうだね。だからまあみんながいいねやろうよって言ってくれればできますね登録するありがとう。そう、あ優しい、ありがとう。辞書言葉を生み出さないといけないかな、ありがとう。むんちゃんメール大好きマン、ありがとう。 LINE でそういうのね、確かにどうなんだろうね。なんかてか LINE もね、私知らなかったの全然そのあのオンライントークみたいなこのオンリーボックスはやりますって聞いてたんだけど、それにこう、うん、関連して LINE も始めるってことだったんですけど、知らなくてそう、文章も好きありがとう。そうなので文もねやっていきたいなって思います。 SNS とかも今までは結構そのさっきねインスタで質問箱置いてて、みんなどういう投稿見たいのかなっていうのが気になって聞いてみてるんですけど、まあ今までは結構その衣装とかさ着たりとか、あとなんかキラキラアイドルだから、アイドルのキラキラした姿みたいなのをなんか載せたいなって思って、そういうインスタも全部の SNS がそういう感じになってたけど、まあ少しずつちょっとなんか変えていきたいなって思っていて、インスタもちょっとなんかもうちょっとおしゃれな感じに96ライン、そうちょっとなんかおしゃれな感じにね、なんかやっていきたいなって思うんですけど、まあでも私のもう、うん、あれ技術にかかってるんですけど、そう言葉素敵、嬉しい、嬉しいですね。まあ最近あんま本とか読めてないんで、まあちょっと本とかも読もうかなと思いますこんばんは、つなさん流れ星
ありがとう。モバメロス。モバメみんなもロスになってくれてるの？嬉しい。私はなんかふとした時に、なんかそれこそその、ビスさんの写真撮影の時とかも、なんか普段っていうかモバメがあったら、なんか一応あこれはちょっとなんかモバメ用に自撮り撮っとこうとか思ってたけど、それが結構なくなって、ああないんだなりました。ツナさん流れ星ありがとう。そうなんでモバメロス感じてる。まあやるときは変えますね、さすがに。のんちゃんメールのハッシュタグもまあ多分変える。うん、メール気にしちゃうよねわかる。私も結構メンバーのやつ撮ってたので、来なくなることも寂しいし、自分が送らないことも寂しいです。そう、なんかサインもさ変えたいなって思ってて、ラストアイドル中は一回も変えなかったんで、あれはもうラストアイドル篠原のぞみのサインで、新しく篠原のぞみとしてなんかいいのないかなって思ってるんですけど。うん、何のメール間違えそうだね、あれってなるね。そう、まあなんかいい感じのができたらいいかなって思います。ありがとう、初見です。勝地篠原のぞみってちょっと画数多いんだよねサインはさ、スススンって書けるやつがいいよね。うん多め的なの嬉しい。うさぎちゃん、あれはもう一生書くねあのうさぎ、それこそさ中学高校か高校ぐらいから書いてるからね、あのうさぎ。うん、かっこいいさんいいよね。なんかさ読めない感じいいよね。なんかさあ、ここは何、このどういう風になってこうやって読むんだろうみたいな。でもなんかすごいかっこいいっていうサインあるじゃないですか、それいいよね。まゆちゃんハートありがとう。うさぎは LINE の絵文字、確かに LINE のなんかさスタンプとか作れたらいいよね、みんな使ってくれそうなやつ。ちゃんとなんか実用的なおはようとかと OK とか了解ですみたいなやつと、なんか全然実用的じゃない何に使うんだろうみたいなやつと両方両方欲しい。ダージローさん、さくら、ありがとう。スタンプ欲しいね、私も欲しい私も欲しいの。こんばんは。うん、めちゃめちゃ欲しい、嬉しい。布教する、あ、嬉しい。うんね、キャラスタンプでもさ、スタンプ作るんだったら多分ウサギの仲間も必要かな。ウサギちょっと一択だとね、ウサギと、キツネ、動物だと、何がいいかな。キツネね、あのなんか、あ、いなかったここに、あのタヌキとキツネのキツネ、わかる？あれかわいいよね。あとあのズートピアのニック、ゴリラ、あ、確かになんか前さ私描いてたね。あ、確かに確かに確かに、なんかああいうのでいいんだったらもういっぱい描けちゃう。メルちゃん、メルちゃんね、いつかなんかさできたらいいよね。メルちゃんもクマ、クマもいいね。タイミミウサギ最高、確かにいいね。カピバラ、
構珍しいの来るね。ワンちゃん、クマちゃん、うどん。何の、どういうこと。マイさん、ガイバラ、ありがとう。ニックいいよね。ライオン、ライオンも書いてたね。こんばんは。懐かしい懐かしい。なんか私最近あのカードキャプターさくらを見返していて、めっちゃともよちゃん、ともよちゃんがもともと好きなんですけど、カードキャプターさくらの中だったらともよちゃん見てるとすごい髪伸ばしたくなるキャラクターに。まああのあれなんですけど、髪の長さもすごい迷って、今はなんかどっちでもいいようにちょっと伸びてるぐらいなんですけど、なんか一旦肩より下くらいまで、鎖骨くらいまで伸ばしそうかなってちょっと思ってて。そう、アルパカ、そう、ともよちゃん可愛いんだけど、でもあのクリアカード編を見たら、なんかメイリンちゃんもなんか思ったよりもいいキャラだった。うん、そう、家がねめっちゃ豪邸なんだよね、ともよちゃん。そう、前髪もね迷ってて、なんかそのそれこそビスさんの撮影していただいた時とか、あとなんかちょいちょいいろんな場面、今までのいろんな場面でなんか前髪上げてた方がいいかもって言われることが最近多くて、メイリンちゃんアニメオリジナルキャラ、そうなんだ、え、そうだったんだ。ツナさん流れ星ありがとう。で、ちょっと髪いろいろ迷いますね。前髪もずっとこれで生きてきてるんで難しいけど、うん、なんか顔の形とか、まあそのいろんな的におでこ出してた方がなんかいいかもって。わかんないですけどね。そう、伸ばすのって意外と大変だしね。うん、顔の作り的にはでも割とちょっとクールっぽい感じとかは合うのかなとは思う。なんか好きなお洋服の系統とか、そのこの喋り方とかの問題でなんか分かんなくなってるけど、顔だけなんか本当に顔の作りだけ見たらなんか多分だけど、そう、ちょっとどっちかっていうとちょっとクールっぽい感じの方が似合うと思うんだよね。そう、あ、そうそうそう、アイドルファイルさんの時みたいな、ああいうちょっとクールなやつ、エレガンスだったね、あの時は。ダージローさん、たい焼きありがとう。また伸ばす？一緒に伸ばす？大人っぽくなりそう。うん、喋り方クールって難しくない？なんかもうどういうことだろうか。どういうことだろうか。そう、まあでもやっぱ今までは結構その自分のその考えるアイドルとか、アイドル篠原のぞみだからこうしたいなって思うこととかあったけど、まあその辺がちょっと変わってくるかなっていうのは思いますね。キリさん、たい焼きありがとう。未来ちゃん、たい焼きありがとう。まあもうすぐにいろんなことがバッと変わりはしないですけど、まあ徐々に徐々にいろいろなことに挑戦していけたらいいかなって思っています。うん、アーニャ、そう、そんなわけでまずはオンリーボックストーク会がありますので、皆さん明日の6時15分に予約開始なので
先着順ということなので、お見逃しなく、お見逃しなく、なんて言うんだろう、お忘れなく。未来が明るくなったらいいですね明るくなったらいいですね、そう、そんな感じですかね。徐々に徐々にいろんなことができたらいいですけど、明るい、まあやってみたいが、どこまで何が実現するかわからないけど。まいさんハートありがとう。でもまあやっぱ争ったりとかはねしたくないのでねうん、まずは穏やかに過ごしたいなって思います。みんなもでも、うん、休憩をすごいわ、みんなが。楽しくでもなんか思ってた、本当に自分の想像よりも LINE とかお友達登録してくれる方とか多くてびっくりしました。なんかね、本当にありがたいです。皆さんありがとうございます。うん、申し込めると思うけどね、ずたま幸せありがとう。うん、そうだね、お洋服とかコスメとかも好きなし、ありがたいことにね、女性で応援してくださってる方も、まあ女性男性関わらずね、メイクだったりお洋服だったり好きな方もちろんいらっしゃると思うんですけど、でもいろんな方が応援してくださってるので、いろんな分野にね関わっていけたらいいなとは思います。青春トレインから嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。あんなもう必死な顔しかしてなかったですけど、頑張ってよかったですありがとうございます。アルパカさっきのもう LINE スタンプの方に影響されて、こんばんは。結構そうだね、インスタのあの質問箱でも、毎日メイクが知りたいですとか、おすすめのコスメとか、おすすめのスキンケア知りたいですとか、夏になってきたからかなって思うんですけど、美容、美白対策、日焼け対策知りたいですとか結構いらっしゃって、また絶対、うん、頑張るね、ありがとう。ナガリンさん、さくらんぼありがとう。結構ね、そう、ありがたいなと思って、私もいろいろ試したりしてるので、いろいろ、ただね、でもなんかいろいろやりすぎて、どれがこれだっていうのは難しいんだけど、でもまあ少しずつなんか共有できたらいいなって思います。うん、そのメイクね、わかる。マスク生活ですしね、マスクしてるとどうしても気になるよね。ゆうぽんさん、さくらんぼありがとう。いろいろとやっていけたらいいですねあ、楽器もね、続けていけたらいいなって思っていて、なんかまあでも楽器を投稿するって結構いろんなことが難しいので、練習して撮影して楽曲を決めて、まあ、何やら何まで結構時間がかかるので、一つ投稿するのに。なのでサク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 たくさん投稿とかはできないと思うんですけど、でもなんかできたらいいなって思ってます。そう、マスクで肌荒れ、わかる、あやふや、嬉しいです、ありがとう。うん、なんかなので、まあそうですね、まあただそうそうなんだよね、なんか
楽曲の制限が多分一応その大まかにはあるかもしれないんですけど、楽曲の制限がそんなになくなったはずなので、いろんな曲が吹けるんじゃないかな思います。うん、楽器はちょっとでも少し練習しないと元に戻っちゃってるんで、ね、あとまあ楽器やるってなると多分ネイルも多分外さないといけないので、ね、まあ、今すぐにはちょっとあれかな、そこはちょっと葛藤するよねそうだね、爪伸びてるとダメなんだよ。ありがとう。まずはね今週末の トーク会に向けてみんなと楽しく過ごせるようにできたらいいなと思います。うん、楽器はまあ基本ね、こんばんは、ありがとう。和藤さん流れ星ありがとう、こんばんは。あとは結構そのインスタのやつでいただいた中にすごい申し訳ないなっていうのがあって、なんかライブの時の巻き髪が可愛かったので巻き髪の仕方教えてくださいとか、なんか最近投稿してた髪のやり方を知りたいですっていう方が結構いらしたんだけど、髪そのね多分ねみんながこう可愛いと思ってくれてる髪型ってメイクさんの力なんよね。だからちょっと自分でもできるように頑張ろうと思うんですけど、この長さで自分で巻くのって結構難しくて、そうなんだよね、ちょっとできるように頑張りますねうん、そう結構ね長い時はすごい全然簡単というか自分で巻くにもそんなに苦じゃなかったんですけど、この長さで巻くのは結構難易度高いので、あとなんか長いよりもこの長さの方が傷んでるとかパサパサしてるっていうのがすごい分かりやすかったりとかするので、切ってからの方が髪についてヘアケアについては結構しっかり、まあもうやってたけど長い時もやってたんだけど、なんかより考えるようになりました。短くなってからの方が実はそう意外って思われると思うけど、短い方が楽でしょみたいな言われるけど、逆で短い方がケアが大変私はねそう、やけど気をつけてありがとう。やけどそうでもね、やけど対策は一つタオルを首に巻いてやるといいと思う。そううん、そうするとちょっとね対策になります。首の後ろとか危ない。あとはねもうめっちゃか髪の色とかもね迷うね。短くしたいと思ってた。あ、めんどくさいからってこと？そう短い、まあでも分かんない、どうなんだろう、この長さがっていうのはあるかも。なんかさもっと短かったらもうさ巻くとかの選択もないくなるじゃん、すごいベリーショートとかだったもうなんかうんそうとかもあるかも。長い時は 1,2 センチぐらい変わったところで何ともならなかったけど、この長さでなんか1センチとかでも切ったら結構あ髪切ったねってなるしね。なんかその辺は結構あれかな、なんか美容院に行かなきゃって思う期間も短くしてからの方がスパンが短くなりました。うん、こんばんは。私はね、でも私はです、短いのに慣れてないっていうのもあるかも。ずっと長らく長いので過ごしたので、それがもう自分の生活に一部になりすぎてて
くもんきょうせい、あ、いいと思うよ。私はちなみにかけてます。なんか宿毛矯正トリートメントってやつだけど、宿毛矯正みたいなやつやってて、やってないともうあの梅雨と今の時期とかももうあの大変なことになる髪のタイプなのでやってます。今の髪色はなんかねピンクアッシュみたいな色にしてもらってて、配信だと伝わりにくいんだけど、うん、まあ鏡でもあんま分かんないな。なんかねほんのり暖色かと思いきやアッシュ系っていう、なんかくすみピンクみたいな、どっちかというとそっちにしてもらってます。そう、ブラウン、パッと見はなんか結構暗いんだけど、よく見るとそう明るいのもやりたいよね。わかる。ポラリスさんハートありがとう。うん、マッシュそう嬉しい、ありがとう。そう、真っ黒も可愛いけどね、なんかね迷うよね。めっちゃ明るいもやってみたい。でもめっちゃ明るいのやっちゃったらもう多分、マロさん可愛いありがとう。お洋服とかあのコスメとかも一掃しないといけなくなると思うので、めっちゃ明るいはね結構難しいけど、でも、まあ、やってみたいは、まあ、やってみたいです。短いからね今特に。今可愛いありがとう。何にでも合いやすいみたいな色かも。なんかうん、アッシュ系なんか透明感は残したいじゃん。透明感残したいなって思うタイプなんで、アッシュに結構オリーブ系のアッシュとかなんかアッシュ系にすることは多いかも私は。なんかでもピンクアッシュにしてくださいっていうわけじゃなくて、なんかこういうなんか写真とか見せたりしてこういう感じのなんか色でけどちょっと透明感残しつつも色はちゃんと入ってる感じが良くてみたいな、ちょっと美容師さんにすごい難しい要求している。こんばんは。そんな感じですね。というわけで皆さんも6月25日の19時から21時の篠原のぞみとボックストークぜひお待ちしておりますので、お話できたら嬉しいです。1対1でお話できる、あの今までオンライントーク会やったことある方はあんな感じになると思います。初めての方は、まあ、ビデオ通話って思ってもらえたらいいのかなって思います。そして明日、それがいつからね予約できるのっていうと、明日6月20日の18時15分から予約開始になりますので、ぜひ待ってます。みんながねなんかアイドル篠原のぞみじゃなくなって、どのぐらいの方がお話したいって思ってくれてるのかっていうのが不安要素はまあゼロではないんですけど、でもこうやって配信も見てくれてたりとか、すごいびっくりしたのがショールームを本当にみんなフォローしたままにしてくれてて、なんかラストアイドル時代とかも普通に結構変動はあって、そのなんかずっと一定ってことはあんまりなかったんですけど、前回の終わってから今見たら時に多分変動してなくてありがたいなって思いました。ありがとうございます。ずっと配信してなかったのにありがとう。先着順なのです。そう、どのぐらい話せるのかな、なんかね詳しくはそのね、あ、今まだ届いてないよね、私の LINE まだ届いてない、公式 LINE から何も届いてないから、それが届くと分かるんだよね。そう、
それが届くと分かるから、詳しくがちょっとまだ分かんないんだけど、そう、私は明日6時15分からですね、先着。なんか今まではその CD にチケットがついてくるみたいなことだったじゃないですか。っていうわけじゃないので、そのわかんないんだよね。うん、トーク画面のオンリーボックス、あ、そう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 、トーク画面の下に書いてあるオンリーボックスってやつが多分まだ発動してないんだけど、その私の友達になってくれてすぐのトークの画面の URL に、それも後でツイートしますね、それにあのオンリーボックスの概要が書いてあるんですよ。そうそうそう、だからね、それを見てもらえるとそういうことかっていうのは分かります。そう、その下のやつはなんか予約画面みたいなやつなので、多分その予約が開始されないとあれかも、見れないかも。そこは長月さんは1枠30秒でした。あ、じゃあ同じ感じかな、どうだろう。うん、説明ページ大変大変だよね、ごめんね。私も詳しく分かってなくて申し訳ないんですけど、とにかく楽しく話せたらいいなって思います。ミミちゃん分かんない、ミミちゃんも同じ髪の色だった。髪のさ長さはめっちゃ同じぐらいだよね今。ミミちゃんとこの前会った時にさ、なんかめっちゃ初期のミミちゃん思い出すって言って、すごいエモい気持ちになりました。出会ったばかりぐらいのミミちゃんの長さだったから。そう、うん、説明書、あー説明書読まないタイプはダメだね、わかるけど私も読まないことあるけど、それはぜひ読んでくださいな。うん、そう、ミミちゃん今髪型似てる。ていうかさ、似てる子今多いよめっちゃ多分。あのそれこそミーナちゃんも切ったし、さくらちゃんも切ってたじゃん。だし真島さんはでももうちょっと短くなってたか。でもみっちゃんとかたまごちゃんとかもさ、まあ結構同じぐらいじゃん。めっちゃ多いよ今同じぐらいの人。そう、まあ何か終わって何か変えたいってなると髪が多いもんね。なのでまあ私はちょっと伸ばそうかなって思います。はい、一旦こうこのぐらいまでいって自分でも結構楽にアレンジができるぐらいまで伸ばしてみて決めようかなって思って。そう、あとはまあ前髪と、うん、いや、ベリーショートもいいなって思ったんですけど、なんかまあベリーショート、私がやろうと思うベリーショートの感じはなんかもうちょっと年齢重ねてからでもいいかなって思って、そう熟読します、ありがとう。そう、なんかそうなの、だからちょっと伸ばそうかな、読んだ人はまあ、会えてない子もいるからな、全然分からんけど、そんなわけでぜひ皆さんお話しましょうっていう感じですね。そう、だからベリーショットの選択肢はなくなりました、私の中でそう、あのもうあれ、もうちょっと年重ねてから行こうと思って、坊主急にそうなったらびっくりするかも。いくね、
いろいろやってみようと思います。私と同じぐらいになる？お、いいね。でも切ったばっかりの時、さっき切ったばっかりは結構ミニボブって感じだったんで、今はまあ普通にボブぐらいかな。のんちゃんとのんちゃんと呼んでください。ベリーショートベリーショートいいね。はい、そんなわけでショールームもまあ今週はちょっと何回かできたらいいかなって思います。のとトーク会とよろしくお願いします。みんながでも喜んでくれるのが本当に一番嬉しくて、急な急なので全然無理だよって方もいらっしゃると思うので、それは本当に無理せずに、はい、コラボ配信全然やろうと思えばできんじゃないか、わかんないけど。みんながでもさ、なんかさ、ラストアイドルでいるときはさ、何、大体みんながどういう風に動いてるかわかるからさ、まあその時でもいい、誘えなかったけど、まだその予定合わせやすかったけどさ、今みんながどういう風に動いてるかわからないからね、まあできたらいいね。ね、うん、全然やりたいけど、ぜひ誘ってくださいの気持ち頑張れる？わーい、幸福度、わ、やったん。急な急はもうね、確かにみんな慣れっこだね。うん、そんなわけない。いや、今突撃はちょっとえってなるでしょ今日はやらないですので、またいつか。そして私もそろそろ配信終わろうかなという気持ちでございます。のでよろしくお願いします。のん耳嬉しい。のん耳チン配信やったもんね前。確かにやりたい。マナティーともなんかそのラストアイドル時代にやろうって言ってたんだけど、ももちゃんともねラストアイドル時代にできたらいいねって言ってたんだけどね、意外と時間がなくて無理だったんだよね。うん、今週週間頑張れる、バーイ生きる力、うん、たくさん送りたいと思います。夜中の3時とかも絶対配信できないよ私確かに夜中とか配信してる子もいるんか。公式 LINE の右上になんか出てる。あ、本当ですか？なんか見れる？ハートハート、ありがとう。うん、頑張って先生。年越しインスタライブ懐かしいね。ももこちゃんも言ってた。そうももこちゃんともそのラストアイドル時代に言ってたんだけどね。えみんな忙しいんかな。みんなが何してるかわからないからさのーよー。かずとうさんハートありがとう。まいさんじいじいありがとう。そう、まあぼちぼちいろいろやっていけたらいいかなって感じですはい、ありがとう。フォローありがとうございます。この
このなんかその LINE でなんかもしかして見れるかもしれないので、このあと配信をまたちょっと確認してまたツイートするので、チェックしてください。そう、一応ね、私はなんかその12時超えても別に全然投稿していいと思うんだけど、なんかね、もうそうしちゃうともう一生 SNS 見ちゃうじゃんただでさえさすごい見ちゃうのに、そうなるともう本当に生活が大変なことになるので一応その12時前には投稿したいなっていう気持ちで、まあちょっと多少過ぎてもいいかなっていう、そのぐらいの感覚で一応やっていこうかなって思いますか多分ね、生活リズム本当に大変なことになるので、もともと大変なことになってるのに、そうノートみたいな投稿が来た、あ、じゃあそれでチェックだねそうなんかさ、ちゃんとの心で区切れる人はいいと思うんだけど、私はこうちょっと難しいタイプなので。ではそろそろランキングを読んで一旦終わりにしたいと思います。はい、13位ネギ選手さん、12位マイさん、11位コルトさん、10位キリさん、9位カズッチさん、8位ジュンジュンさん、7位カイトさん、6位ツナさん、5位マサキさん、4位ダージローさん、ありがとうございます。で3位がフータローさん、ありがとうございます。2位がハルヤくん、ありがとうございます。そして1位がドゥルルルルルダダン、スンナムさんでした。ありがとうございます。カムサハムニダー、ありがとう。でスンナムさん、ハルヤくん、ありがとうでした。ありがとう、ありがとうございました。皆さんすごいいろんな LINE ができて、急にトーク会が始まって、いろいろと急に物事が進んでいっているんですけれども、まあ、前を向いて頑張っていきたいなという気持ちでおりますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。この後ちょっと確認してまたツイートすると思うので、ツイッターもチェックしてくださいはい、それではありがとうございました。おやすみ。またねー。